そういうわけでついにトリノスーサントドライブがいよいよ登場しますね。私も出演者と掛け持ちなんであれですけど、今日も多分笑かしてくれると思うんで、皆さん楽しんでいきましょう。今年最後だからね。今年も去年今年とね、やっぱりいろいろコロナで大変だったけど見せてもらいましょう。まだ準備はできてないの？あれ、スーさんが出てこないで始まるって感じなの？来んの？あ、来た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 。うちのバンドだってさ、ね、演出ってのあるわけさ。演出あんの？あ、当たり前じゃん。親かの堂々と最後に出てきたかったんだけど、あんな夜中から出てきたけど、うん、そうか。じゃあ、とりあえずスーさんとドライブです、どうぞ。言っとくからは、はい、はい、じゃあ、すいません、引っ込みます。We'll be right back.
いやちょっと2ヶ月ぶりのね、はいどうもなんでね、できればみんなもね、いきますよ、はいどうも、あそのまま結構です、どうもありがとうございます。いや本当にね、2年2ヶ月ですよ、あの、今ちょっとこう熱っ張ってっからね、水飲みますけど、あ全国放送なんだよね今日ね。ね、みんなあの今日音出した人もそうだし、見に来てくれた人も楽しんでいただけましたでしょうか。はい、じゃあこれで終わります。今日はね、あの言っときますよ、あのこの2年間ね、楽しいこと面白いことありませんので、あのうちのバンドね、40分いただいたんですけど、35分間ぎっちり音楽を詰め込みましたので、音楽を詰め込んだってちょっとおかしいですけどね、あの喋りませんので、今ここで1分は喋ったと思うんでね、あと残り39分ですよ。はい、行きましょう。休んでやから疲れない。久しぶりなもんですからね、ちょっと段取り忘れるんです。やっぱさっきもね、ちょっと楽屋でやったんですけど、だんだんアルツオブハイマーですからね、まだオーブ入ってますからね、忘れることないですけど、アルツオブハイマーですよ。私ぐらいの年齢の方々も若干見受けられますがね、次なんだっけ、あ、次はですね、大変ですよ、うちのバーマスがリードボーカルでございます。畳みかけるように2曲連続できますからね、今日は見ものですよ、ね、お写真撮られる方、お写真ちょっとあ、できればね、おいもちゃんとしたやつ撮っておいてほしいんです、家になるかもしれませんね。
じゃあ張り切って大丈夫かな。パフォーマンス張り切って、はい、よろしくお願いします。何でしたっけ。全国放送なもんですからね、急いでやらなくちゃいけないの、途中で切られる可能性あるんでね、皆様は最後までやりますけどもね、見ててくださる方だったら、もしかしたら世の中には変わった人がいてね、いいよ見てもみたいな感じでね、この2年間何もいいことになったね、だんだん年取ってきて本当にさ、なんだなんていうの、歩くと小指をよくぶつけるようになってさ、今右の小指真っ黒なんでっちゃう、なんか目いずいなと思ってさ、こう目やにとっとさ、俺まぶたきれいだよね、目やにあまりにも硬くてそういうこととかさ、あとマスクしてると鼻が伸びるの早いよね、なんか気をこうなんかこうあれこんなに伸びるやけがなんてさ、こんちは白いの混じってっちゃう、ただ汚いだけだよね本当にね、ごめんなさいつい話が長くなっちゃう。今日はですね、もう2年2ヶ月ぶりなんで、こんなバンドは嫌だっていうお楽しみコーナーをやってみたいと思いますよ。ね、いいですか。バンマス2曲続けてですよ。こんなバンマスはこんなバンドは嫌だ。嫌です。
うちのバーマスがね、全力投球でやらさせていただきます。初公演の武道館での1曲目なので、張り切りすぎて興奮しすぎた、チープトリックのロビン・ザンダー。結局1曲しか歌えなかったんだ。2曲は続けては無理だったんだ。この後サレンダーは歌えないです。今ね、あの我が妻君が2曲続けて歌えません。2曲続けかね、一応バンドの中で加減してるんですよ。で今日は残念なお知らせでね、1曲止まりっていうことでね、まあ次回ね、2曲あればね。今あのでも顔だけでも見ていただければね、全力で頑張ったっていうのがね。じゃあ続きまして、2曲目はですね、ゲリムアをやりたいと思いますね。ゲリムアさん、あの日本公演で ね大好きな、フリーの曲をできるということですね。レコーディングのままやればかっこいいバージョンなんですよ。ライブバージョンだったんですね、残念ながら。それではお送りしましょう。ゲリムアで Wishing Well。
まずお続けやちょっと予定なかったんだけどさ、ちょっと長かったね。うん、わかる、あんた大好きな気持ちはよく伝わったね。あの待ってやからみんなねまあそういうことでね、残念なことにゲリマーさんも亡くなってしまいましたけどねじゃあ3曲目お送りしましょう。3曲目はですね、ショッキングブルーでございますね。英語の歌詞なのにもかかわらずロシア語に聞こえてしまうということで、ショッキングブルーで悲しき鉄道員。マニアックすぎてみんな分からなかったかなもしあれだったらあの YouTube でね、あの携帯かなんかでね調べて、あのショッキングブルーで本物を聞いてみてください。どう考えてもね、ロシア語にしか聞こえないんです。英語の歌詞なんですけどもね、ロシア語に聞こえるという。なんだみんなちょっとどうしたマニアックでしょ。今悲しき鉄道員って分かった人ってやけどね、すげえ、すげえマニアックだ5人しかいないけど今やべえこんな世界でございますよ皆さん。スーさんね、毎年毎回でしょ、最後の、今日はですね、私が自ら歌いまして、我が妻くんが嫌いな、その人を嫌いなわけじゃないです、歌い方が嫌いだって言うんですね。あのデビッド・カバーデルでございますのね、あのブレスがと耳に触るってわけですよ。どのぐらい耳に触るのかっていうのをね、皆さんにも聞いていただきたいなと思ってね、自ら私が歌ってみたいと思います。それではディープ・パープルでソルジャー・オブ・フォーチュン。
パープルをね知ってる方は、まあホワイトスネーク等々でねライブで、あのやげに気になるんですよね、あのいうのがそのまま倒れんでねえかっていうぐらいねいるんですけど、もしあのね今のが本当かどうかっていうのはね、あの YouTube で確認してみるからね。ぜひヘッドホンで聞いてほしい。あ、ヘッドホンで聞いてみなきゃ。もうこの辺シーシーっすからね、もう。シーシー。本当だよ。嘘だと思ってるでしょ。あ、ほらあそこでちゃんと調べて見てる人もいるし。あと、残り2曲となりました。ね、無駄な話はしませんよ今日は。これ。ね、あの喋ってからだけどね、確実に40分は超えますからね、これ演奏だけで35分かかるもんですからね。何か楽しいこと皆さんありました？このコロナの時代にないっすよね。さっきも言ったけどもさ、いっそ鼻毛は伸びるわさ、耳毛は伸びるさ、なんだガサガサついなと思って、まだ耳毛伸びるし、爪は痛むしさ、これ左、あ、どうでもいいと思うけどさ、静かに静かに、ああ
流れていった今ので納得したからもうやめてもいいんだけどさなんかやっぱステージの絵って気持ちいいね。なんかわかるよね、俺ここでやってコロナになって死んでもいいんだとかって、なんかちょっとハイになる感じでも俺コロナにはなりたくないです最後の曲なんでね、ちょっと全国放送なんでちょっとメンバー紹介をしようかなと思ってね。ベースでこの間ね、ミーティングした時にベースがね、来年2022年は俺が主導でね、ライブを誘致しますみたいなこと言ったんですよって言ったベースの相澤和正です。それに即座に答えたのがですね、俺バンド辞めるって言ったドラムの佐竹さんです。今日残念なことにね、2曲続けて歌えなかったんですけどもね、1曲でもね、次回もう、いやもういいです。もういいんですか。もしまだこんなバンドは嫌だシリーズ始まったら松間君第2弾されんだよね。歌えないからギター弾いてる。あのさ、歌え、本当はそんなに汗かくのか。いやいや今日そうでもないですよ今日。あ、そう、
いつもねすごいよね、あの見に来てくれるですよね、ダズダズだよね、あの梅雨だく状態だよね、冬だから。あ、そう。あ、あのギターの若妻くんです。で、今日あの大好きなねゲーリングが演奏的だということで、もう本望だということでね、ここで終わりかもしれません。ギターの五五長野です。で、ね、彼女はあの今日はあの英語なんですけどロシア語に聞こえる、ね、曲歌って、皆さん今いがたいかね、悲しくていつもね。で次回はですね、多分スペイン語とかイタリア語の曲にね挑戦すると思います。コラスのハバナギラはもういいから、あいつアコースティックバージョンだよね。あのみゆきちゃんです、どうぞよろしく。私は、来年次回からは、公約通り宮田テルで司会で終わろうかなという、もうね疲れてきましたね。この前も言ってや、バンド生活47年目なんですよ。じゃあ50年までやらないと。え、じゃあ50年までやる。だってさ最後の曲さ膝んと使うんですよ。まあ皆さん50年もうジョニー・ウィンターのようになってるんで膝曲がり合いねのね、これ曲げとね次の日大変さ。そんなことどういう意味で、あ、ボーカルの菊池です、どうぞよろしくお願いします。それでね、あの最後はですね、あのゲストをお迎えしてたいと思うんですよ。一応ね、ダンサーということですね、お二人、よさこいの二人、あ、いやいやいや彼女とね、ハーシーさんが、やってくださるということで、ダンサーとしてお迎えしますのでね、どうぞ拍手でお迎えください。上がってください。マイク用意しました。マイク用意しましたよ。あ、いらないです。なんでこんな感じ。ガオるよね。ちょっと休ませてけど。大したことやってねえだろ。そうだそうだ。大丈夫、歌ってないじゃないか。おい、今回ギターすごいんだよ、なんかね。あ、始まっちゃった。いいの？じゃあ、最後の曲聴きます。よろしく。I'm gonna see that.
ありがとうございました。俺ちょっとリッチブラックマンに見えたでしょ。どうもありがとうございました。楽しんでいただけましたでしょうか。どうもありがとうございます。あの全国放送の皆様も、またドット祭がありましたら、あのこのどのような機会かで参加していただきたいと思いますし、見に来ていただきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、そういうわけで、第37回、8回、だっけか、7回だったっけ、あ、ドット祭終わりました。スーさんとドライブありがとうございました。お疲れ様でした。次回は多分4月かな5月かなぐらいだと思います。またドット祭でお会いできるような世の中の環境ということをみんなで信じてアクセク働きましょう。一生懸命働いて楽器買って、そしてまたやると、それがあの正しい大人のやるべきことだと思います。また来年会いましょう。良いお年を皆さん。またね。今回は長々かったよ。終わったよ。